それでは7番目のスピーカーをご紹介いたします。7番目のスピーカーは高田博久さん。スピーチタイトルはネジ外す、部品を変える、ネジ締める。ネジ外す、部品を変える、ネジ締める。高田博久さんです。ネジです。見えませんよね、小さくて。でもこの小さなネジに僕は大切なことを教わったんです。大学4年生、就職を目の前にしてやりたいことが見つからず悩んでいました。そんな矢先、キャッチコピーを1行書くだけで何百万円も稼ぐというコピーライターの噂を耳にしました。コンテスト委員長、トーストマスターの皆さん、やりたいことが見つかりました。広告代理店に就職した僕は、いつかきっと大きな夢の花を咲かせてみせる、そう信じていました。ですが現実の前で僕のその夢の種が芽を出すことはありませんでした。高田君、狐目の部長です。今度所沢のデパートで占いのイベントがある。それのキャッチコピーを書いてこい。占い、皆さん大好きですよね。星占い、夢占い、僕は一度もしたことないとはいえ、何か書かないわけにはいきません。でも結局何も書けませんでした。実力主義のその世界で、何度やってもどんなに頑張ってもろくな結果を出せない僕は、いつしか会社でただの厄介者に。コピーを書いて何百万円どころか、コピーを取らされるだけの毎日。やがて「お前クビ!」やりたいことでなければ意味がない。なのにやりたいことは自分に向いていない。心の中で声がします。お前はクズだ。お金もなくなってどうしようもなくなった時、拾った雑誌で見かけた機械の修理工場にアルバイトで働きに行くことにしました。そこで僕を待っていたのは退屈な仕事。ネジ外す、部品を変える、ネジ締める。ネジ外す、部品を変える、ネジ締める。ネジ外す、部品をかあネジ締める。高田君、狸原の工場長です。今からその機械、お客さんのところ行って交換してきてくれ。お客さん、無理に決まってます。だって知識がない、経験ない、僕にはできる自信がないとはいえ、断れるわけもなく、機械と不安を一緒にカバンに詰め込んで、恐る恐る指定されたところへ。そこは小さな町工場。イライラする作業員さんたちに囲まれ、超険悪なムード。彼らの視線を背中に浴びながら、もともとついていた機械を外そうとしました。硬い。ネジが錆びついています。もうネジ山が潰れそうです。お願い、外れて。パキン。取れた。こうして無事機械を交換して帰ろうとしたその時でした。高田さん、ありがとうございますと作業員の皆さんから口々にお礼を言われたんです。会社に帰った僕を工場長が待っていました。おう、どうだった？え、お前あの古いのうまく撮れたんだ。もうお前に外せないネジはないな。僕に外せないネジはない。その瞬間から僕の中で新しい何かが生まれたんです。ネジ外す、部品を変える、ネジ締める、この退屈でしかなかった仕事が人の役に立っていました。ネジ外す、部品を変える、ネジ締める、こんな僕でも誰かのためにできることがありました。ネジ外す、部品を変える、ネジ締める、もう苦でも何でもありません。むしろ楽しいとさえ思えるようになったんです。この俺に外せないネジはない。やりたいことでなければ意味がない。そう思っていた僕は自分のことしか見えていませんでした。今目の前のこと、それに一生懸命になることで僕の中のこだわりという古い部品は外れ、新しい世界が現れました。あなたの中の古いこだわり、外せれば楽になるのに、新しい自分が見つかるかもしれない。そう思ったことはありませんか？そして簡単に外せるぐらいなら苦労はしない。そう思ったことは、そんな時は今目の前のこと、それに一生懸命になってみませんか？仕事に限らず家庭でも学校でも、ひょっとしたらちょっと変わったスピーチクラブでも気がつけば古い部品は外れています。ネジ外す、部品を変える、ネジ締める、もうあなたに外せないネジはありません。コンテスト委員長、ありがとうございました。